リドルジョーカー。こんなところにいたんだ、サトルくん。そういうわけじゃないよ。誰かに今日の騒ぎを気づかれた様子もないから、このまま無事に終わると思う。別に特別な要件があるわけじゃないけど、サトルくんの姿が見えなかったから。こんなところで、しかも一人で何してるの？もしかして何か任務？それってどこか怪我をしたとかそういうのでもない？遠慮とかしてるわけじゃないならいいんだけど。それにしてもお父さんってすごかったんだね。サトルくんでも無理？そうだっけ？そもそも私が受けた訓練ってサポートのやつだもん。銃の扱い方は学んだけど、その成績は関係なかったの。訓練の最中、一発も的に当てることができなかったから。どれぐらい難しいっていうのは全然わかんないの。うるさいな。そんなこと自分が一番わかってる。